ボビー・ジョーはアイルランドの競走馬。1999年にグランドナショナルに優勝した。初出走は1995年1月のハードル競争だが、初勝利を挙げるのは1996年4月と遅かった。その後も平凡な成績が続いていたが、同年11月にチェイス転向初戦として G3 クラドックストンノービスチェイスに出走し、いきなり2着と好走する。そして1997年3月までに5戦3勝の成績を収めると、4月に長距離チェイスの G1 ハイネッケンゴールドカップに出走。優勝したノイエンからは15馬身離されながらも2着となった。そして1997、1998シーズンでは11月のポーターストンハンデキャップチェイスで重賞初勝利を挙げる。4月にはアイルランドの最高峰のハンデキャップ競争であるアイリッシュグランドナショナルに11ストーン3ポンドの斤量で出走。集団からレースを進め、最後は12ストーンのトップハンデを背負ったパピヨンとの叩き合いとなったが、ゴールでは半馬身の差をつけて優勝した。1998、1999シーズンはハンデが重くなったこともあり案外な成績を続けたが、3月のハードル競争でようやく勝利を挙げるとイギリスへ遠征、グランドナショナルへ出走した。ボビー・ジョーは最低負担斤量の10ストーンと恵まれたハンデになり11倍の3番人気に押された。レースでは最後の直線で一気に抜け出し、2着のブルーチャームを10馬身引き離して優勝した。勝ちタイムは9分14秒1。出走馬32頭中18頭が完走した。なおアイルランド調教馬としては1975年のレスカルゴ以来25年ぶりの勝利であり、調教師のトミー・カルベリーはそのレスカルゴに騎乗していた。その後、ボビー・ジョーは同じく10ストーンのハンデで出走できることもあり、中1週でウィットブレッドゴールドカップに向かうが、グランドナショナルの疲労があったのか、本来の走りができずに6着に終わった。1999、2000シーズン以降は10ハンデに苦しみ、2000年のグランドナショナルでは11ストーン6ポンドの斤量を課されて優勝したパピヨンから73馬身差の13着。続くアイリッシュグランドナショナルでもトップハンデの12ストーンで競争中止に終わった。そして2001年2月のグランドナショナルトライアルハンデキャップチェイスで8着に敗れた際に脚部を骨折し、この傷が原因で同年4月に死亡した。ありがとうございます。